新宿久しぶりだな。前にバイトしてた時は新宿ギフトゲートに結構行ったっけ。プリンの商品欲しくて来たけど、ユウもリョウも来れなかったから不安だな。ちゃんと買えるといいな。ジャガー氏、ええ加減にせよ。お姉さん困っとるやろが。そっちこそええ加減にしてくれはる。うち鼓膜2つしか持ってへんのよ。誰しも2つじゃ早せんと次行かれへんって何遍言わすねん。トラオが大声出すからそこのキティハン日々入ってもうてるやん。そういうデザインじゃ。なんかいる。え、なんで、なんでトラオくんと夢の助くん、近寄りたくなさマックスだよ。悔しい。キリミちゃんのグッズもキリミちゃんのアイスもない。鮭のアイス作ったらバスッタもロビッタも天国から化けて出るで。こっちもいた。大集合、騒がしさが大集合してるよ。ん、あれコウタくんやんか。ほんまや、またテンパっとる。なんや蹴ったやの。いやいや、わ知り合いな。コウタくん調子良さそうやんか。お久しぶりです。みんなどうしてここに。マンドリン部が有名な大学の演奏会聞きに来たんよ。夢の助の金でな。毎度よろしゅうすな。演奏会でチェックが一曲指揮するんやから早行こうっちゅうのに。トラオ、お前真面目やんな。やかましい。あれ、そういえば藤田先生は。え、いやいや、エンドちゃう。あかんあかん、チェックどないした。新幹線はおったかな。東京駅ではいたやろな。新宿は知らん。知らんて、あいつほんまに教師なん。何この存在感のなさ。みんなしゃーなしや。チェック大捜索作戦をここに開始する。ラジャー。藤田先生って関東出身だよね。みんなより東京詳しいんじゃ。お前も協力せよ、コウタ。俺も。そうや、乗りかかった船やろ。近いよ、トラオくん。やかましい。ほら、あれチェック友達少ないやんか。お前んとこのメガネの生物のおっさんに連絡来てないか呼び出してえな。すがみ先生、無理だよ、今回のアフレコ呼んでないもん。呼んどけや、サンリオ。っていうか、藤田先生は東京出身でしょ。なんか用事とかあるんじゃないの。みんな思い当たることないわけ。それもそうやな。みんななんか知ってるか。アイス美味しいな。飽きんなや。実家とかも知らんし、好きなこととかもよう知らんし、着てる服いつもチェックやし。よう考えたらチェックのこと何も知らんな。結構一緒におんのにな。どうしたのみんな。アイス溶けちゃうよ。ええ、チェック。チェックじゃないよ、藤田だよ。っていうか何その反応。え、探してくれてたの。もうトイレ行くねって言ったじゃない。誰か聞いとった。知らん。とりあえず先生見つかってよかったね。演奏会は何時からなの。あ、せや、今何時や。ね、4時32分だよ。マジで。あ、大変大変。あかん、いよいよ間に合わへん。じゃあな、コウタ。またな、コウタくん。後で連絡するわ。ほな、さいなら。ほな、さいなら。こうして俺は見事に買い物し忘れて家に帰ってしまったのでした。